新大久保から最新のお得情報をお伝えします。今回の動画では新大久保駅から徒歩3分のところにある最新のトレンドショップの新オープンをご紹介します。またその通りの先にあるお得なおすすめランチ、韓国のチェーン店のランチを食べれるお店と、美味しい1000円台のランチを食べるだけでおしゃれな韓国カフェのドリンクをプレゼント、お得情報をお伝えしたいと思います。만드는건가봐모르인형귀엽다한줄한줄사가지고하는거이마고래가해야되는데귀엽다지분대지분대만드는건가보네약간시갓다가한국에流行っているモールドールモルイニョンは糸一本だけで簡単に作れるお人形です。韓国で大人気のモールドール作るよ。綺麗に伸ばして2つ折りにしたら指2本分の位置でねじって穴にモール先を通して耳を作るよ。パカッと開いて根元からねじって固定してね。右のモールは左にクロスしたら耳の谷間から顔の穴に入れるよ。反対も同じくクロスして顔の穴に差し込むよ。顔が完成。首をねじってバンザーイ。手を作るよ。2つに折ってねじって固定するよ。足も後ろに2つ折り、後ろでバッテンになるよ。モールをたすき掛けして反対のモール先もたすき掛け、後ろで尻尾を作ったら足もねじって固定して完成。韓国では自分だけのカスタマイズアイテムが人気ですね。もしよかったら皆さんもモールドール作ってみてください。白茶茶食べ放題いんね。ロデオ一층へ。この通りをまっすぐ進んでいくだけでも大人気の韓国料理店やおすすめの食べ歩きメニューのお店など出てきます。4時부터요4時ね4時까지ね。おー、いろんな김밥진짜安いんで시간잘못하면싼데지금4시넘었나지금4시넘었지4시지금2인분부터겨술여기도인기있어겨술석쇠등갈비라고떡볶이같은거이거는3,980원아괜찮네新大久保ではランチで食べ放題のお店がいくつかあります。こちらのコギロも結構人気があるようで、ランチタイムは結構たくさんの方でにぎわっていました。で、1층에는신전이그대로있네。다음에カフェ、トゥデカフェ。メイン通りほど混雑はしていないので、ゆっくり喋りたい方にはおすすめのお店です。밥도둑간장게장가게도있네같이하는거같아니야같이하는거같아
근데 인당 1,500원이면 싼 거 아닌가? 괜찮다. 소고기 샤브샤브. 어. 런치 안 익고 먹으면 좋겠다. 그냥 칼국수 세트도 있어. 어? 칼국수 세트도 있어. 괜찮네. 괜찮은데? 해물 칼국수 추우니까. 간장게장 정식 싸네. 괜찮은데 제육볶음도 싸고 맛있을 것 같아. 맛있겠다. 어이씨. 아! 韓国でも有名なトゥンチョンカルブクス、韓国現地の味を新大久保で食べれるのは嬉しいですね。鶴橋の方にはまだないお店なので行ってきました。牛カルビ定食とトゥンチョンカルブクスセットの辛いやつの水系カルでご覧ください。すごいブルフェとかも安いし、ハンゲタンとかな、ハンゲタン、ハンゲタンの半分人気やし、これヤンヤンセウとかも安い、すごいな。海鮮系も強いな。880円ランチ。オープンしてすぐに行ったので空いてましたが、昼12時頃になってくるとたくさんの人でにぎわっていました。他のテーブルの方はカンジャンケジャンのランチやスユク、蒸し豚の定食などを頼んでる方が多かったです。カンジャジョリ、スイケッカルはエゴマの粉で香ばしい味が加味されます。しっかり入ってもちもちのカルグクスに香ばしいエゴマの粉でおすすめのカルグクスです。他のテーブルの方が多く食べていたカンジャンケジャンのランチも良さそうでした。チャンネル登録よろしくね。モノとあ、ね、ヨギセップスタジオやパジチンで、こちら行ってみるとセルフスタジオがありました。こちら先ほどトゥンチョンカルグクスでランチを食べたので、コーヒーかカフェラテを無料で飲むことができます。ドリンクがいただけるのはチェジュスタイルのカフェの奥堂という韓国カフェです。トゥンチョンカルグクスのお店から徒歩 3,4 分で到着することができます。チャンネル登録よろしくね。メイン道路から少し奥の方に入るとおしゃれな韓国カフェが出てきます。
テンチョンカルクスのレシートと引き換えにドリンクをいただけます。はい、ありがとうございます。カルグクスをお腹いっぱい食べることができたので、今回スイーツがお腹いっぱいで入らなかったのですが、次回はカフェで行きたいなと思うぐらいおしゃれで雰囲気のいいカフェでした。皆さんもぜひお得に新大久保を楽しんでみてください。今回は新オープンのモールドール人形のお店とトゥンチョンカルグクス、そしてワンプラスワン、お得なドリンク情報もお伝えしました。トゥンチョンカルグクスのお店の店内にポスターが貼ってあるので、皆さんぜひ店員さんに聞いてみてください。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をしてアラームをつけると、ライブをするときにすぐ気づくことができます。ソウル旅行や釜山旅行など動画まとめで見ると分かりやすいので、ぜひチェックしてみてください。ヤフーニュースも書いています。ヤフーニュースでは韓国のたった1分韓国語シリーズも書いています。メンバーになりたい方は概要欄からチェックしてみてください。アイクラユーのメンバーになると過去のライブを見ることができたり、 Google マップのお得な情報もチェックすることができます。アイクレユーから YouTube、Instagram などいろんな情報を聞きたい方は、アイパープルユーメンバー登録の上、Instagram の DM をお願いします。では次の動画かライブでお会いしましょう。バイバーイ。